こんにちは。追加の放送です。14時30分ですけども、午前中に追加放送した時には、こういう風になってましたね。ここに三角形が出ていて、こういう風な形でね。で、この三角形をブレイクして、上の方に行くんではなかろうかということでございます。力点がここです。これはこの補充線引いたらかなりわかりやすかったじゃないですか。だからもう今決済した方がいいかなと思います。まあ20ピップスから25ピップス。まあ30ピップスはね、ちょっと難しいですけども、悪くても20ピップスぐらい。だから標準ロットで言うと2万円ぐらいの利益にはなってると思いますから、まあそれでいいんじゃないですか。まあこれ以上伸ばす必要はないかなと思いますね。うん。まあもうこんなもんでいいんじゃないですか、今日は。で、ポイントですけども、陽線がズバッとね、この辺りから出てますけども、唯一出てる陰線でも下髭が大きいでしょ、だからこれは陰線といってもすぐに買い戻されて上昇する陰線だっていうことがわかるわけなんですよ。で、詳しくはね、髭の解説のところで散々やった時が、週がありましたけども、そこを参照していただければと思います。ということで、上昇どんどん行って、まあ今がね、もう決済し時じゃないかなと思います。131円に回復してきましたんで、あとはまた135円を目指してね、相場解説の方していこうかと思います。今回すごいですよね。こっからですからね。こっからグイッと上がりましたんで、まあ人によっては2円とはいかないですけども、1.5円ぐらいいったんじゃないですか。全部で。深夜のダウンブレイクはここですからね。まあ巻き戻したらいろいろと言いたいことはありますけども、こういうふうに補助線を引くことが全てです。うまくいきましたね。じゃあ今日は以上です。明日またよろしくお願いします。